なんかね、前ね、結構最初の頃に、なんか YouTube でしたい企画ありますかみたいな言われた時にね、宮城みんなでドライブしたいですって言って、あゆみが運転してね、みんなを乗せてドライブしたいですって言ったんだけど、後々考えたら、あゆみベーパーだしさ、怖いじゃん、事故ったらやばいじゃん。だから ちょっとね、焦って マネージャーさんに ちょっとね、長文目に LINE 送ってたの。なんかやっぱよく考えたら私ペーパーだし、なんか数えるぐらいしか 乗ってないので、車に乗ってないので、ちょっとそのドライブ企画はやっぱ危ないかもしれないですみたいなの 送って でもさ、自分でさ、その時はさ、あ、運転できると思ってさ、なんか 言ってさ、なんかほんとおかしいよね、言ってること。ちょっと なんかその時は多分いけると思ったんだろうね。怖くない？なんかもうサイコパスだよね。あ、運転できますみたいな。まあ一応免許持ってるんだけど、そんな慣れてないから。で、後々考えたら、あ、できないかも、できないかも、みんな乗せてドライブしたら危ないかもと思って。本当にやばい。サイコパス。怖いよね。そう、謎の自信があったの、その時は。やばいやつじゃない？マネージャーさんも笑ってました。そう、あの後パニックになっちゃって、やばいやばい、できないできない ね、めっちゃね、そう、ずっと乗ってるとかのあれだけどさ、やっぱペーパー怖いよね。ブーン。他のメンバー、そうだ、免許持ってる子はいないね。マネージャーさんも気にしてない 悲しいんだけど。そう、でもね、本当に運転はね、気をつけないとね。